Tokyo FM 80 Point Love。時刻は4時を回りました。東京 FM シンフォニア EBU スペシャルライブ、この時間はクラシックのライブ演奏をお送りします。ご案内は小山ジャネット愛子です。今朝は先週に引き続きベルリンフィルハーモニー管弦楽団のコンサートをお送りします。指揮はパーボヤルビー。シベリウス作曲交響詩タピオラ。タピオラはフィンランドの森のことで、森の神タピオの住処という意味です。Thank you.
東京 FM シンフォニア EBU スペシャルライブ。お送りしたのはシベリウス作曲交響詩タピオラ、演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団、指揮はパーボヤルビー。2019年10月12日ベルリンフィルハーモニーでの録音です。続いてはシューマン作曲交響曲第3番ラインをお送りします。Thank you.
Thank you.
お送りしたのはシューマン作曲交響曲第3番ライン、演奏ベルリンフィルハーモニー管弦楽団、指揮はパーボヤルビー。2019年10月12日ベルリンフィルハーモニーでの録音でした。さて、ベルリンフィルは東京春音楽祭の特別公演、東京オリンピックの共催プログラムとして6月に来日予定です。指揮はグスターボ・ドゥダメル。
東京文化会館での3公演と新宿御苑での無料野外コンサートという内容です。今年はコロナウイルスの影響で多くの公演が中止や延期になっています。まだ状況は分かりませんが、実現するといいですね。この番組のご感想などメッセージをお待ちしています。東京 FM のホームページにあるメッセージフォームからお送りいただけます。また番組の Facebook ページもぜひチェックしてください。事前に番組内容などをお知らせしています。東京 FM シンフォニアで検索してください。さて、この番組シンフォニア EBU スペシャルライブは来週で最終回となります。ぜひお聞きください。ご案内は小山ジャネット愛子でした。それでは今日もどうぞお元気でお過ごしください。